この動画では SDGs とはどのような目標があるのかについて簡単に解説していきます。 SDGs とは、現在世界では貧困や人権などの様々な課題があり、それぞれの課題について対策や取り組みが行われています。しかしそれらは各国でそれぞれ取り組んでいるわけではなく、 SDGs と言われる開発目標をベースにして世界が一丸となって取り組んでいます。この SDGs とはサステイナブルディベロップメントゴールズの略称であり、持続可能な開発目標を示し、正式名称は我々の世界を変革する持続可能な開発のための2030年アジェンダとなっています。2001年に策定され、2015年に達成期限を迎えたミレニアム開発目標の後継として、2015年9月の国連サミットで採択されました。 SDGs は17の目標、169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを目指しています。また開発途上国だけでなく、先進国も対象として世界全体で自国や世界の問題、課題に取り組んでいます。次に SDGs で掲げられている17の開発目標を簡単にご紹介していきます。貧困をなくそう。 SDGs において最も根源的かつ主要な目標の一つです。教育やその他の基本的なサービスへのアクセス不足や社会的な差別排除、意思決定からの除外など多様な形態における貧困が対象となっており、これを終わらせることを目標としています。飢餓をゼロに。飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進することを目指しています。すべての人に健康と福祉を。あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進することを目指しています。質の高い教育をみんなに。すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、障害教育の機会を促進することを目指しています。ジェンダー平等を実現しよう。ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行うことを目指しています。安全な水とトイレを世界中に。すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保することを目指しています。エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。すべての人々の安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保することを目指しています。働きがいも経済成長も。包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と、働きがいのある人間らしい雇用を促進することを目指しています。産業と技術革新の基盤を作ろう。強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図ることを目指しています。人や国の不平等をなくそう。各国内及び各国間の不平等を是正することを目指しています。住み続けられる街づくりを。包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実現することを目指しています。作る責任、使う責任。より少ない資源で良質かつ大量のものを得られるような生産と消費の形態の確立を目指しています。気候変動に具体的な対策を。気候変動及びその影響を軽減するために緊急対策を講じることを目指しています。海の豊かさを守ろう。持続可能な開発のために海洋、海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することを目指しています。陸の豊かさも守ろう。陸上生態系の保護、回復及び持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止及び回復、並びに生物多様性損失の阻止を目指しています。平和と公正をすべての人に。
平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築することを目指しています。パートナーシップで目標を達成しよう。目標17では、これまでの16の目標を達成するため、実施手段の強化とパートナーシップの活性化を掲げています。17の開発目標の詳細を知りたい方は、概要欄の URL をクリックして、GoodDo のウェブサイトをご確認ください。それでは最後にまとめです。SDGs とは、2030年までに貧困を終わらせ問題を解決していくための持続可能な開発目標のことです。17の目標、169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを目指しています。開発途上国だけでなく、先進国も対象として世界全体で自国や世界の問題、課題に取り組んでいます。